今度は畳の上で乱闘寸前、騒ぎだ。現地時間8月2日、シャンドマルスアリーナにてパリ五輪柔道男子100キロ超級が行われ、2012年ロンドン大会、16年リオ大会で金メダルを獲得している、地元の英雄、テディ・リネール、フランス、が、準々決勝で東京五輪銀メダルのグラムツシシビリ、ジョージア、2勝利。 試合後の騒動が波紋を呼んでいる。会場が騒然となったのは、決着直後のシーンだ。審判から一本勝ちがコールされると、しばらく相手の襟から手を離さなかったリネールは、寿司ビりに両足で蹴り上げられ、畳の上に渡り。その後、寿司ビりがリネールに顔を近づけ、何やら言葉をかけると、続けざまにキック。結果は一本勝ちから、反則勝ちに変更となった。 この結果を受け、フツシ・ルパリシエンは、同競技における礼法の重要性を前置きした上で、柔道界における汚点だ、と厳しく批判。テディが左手を対戦相手の首を押さえつけると、そのつししびりに両足で持ち上げられた、テディは自分が倒れる前に喜びを表現し、つししびりはそれを快く思わなかった、などと同シーンを振り返っている。さらに、レキップ、 は、珍しい光景だった、と報道。試合後には、柔道精神に反する行為があったとして、国際柔道連盟、IJF、ガツシシビリの処分を発表し、同種目の敗者復活戦、そして現地時間3日に行われる混合団体戦への出場が認められなくなったが、これを受けて同メディアも、柔道界でめったに見られないものだ、と強調していた。なおその後、 ニネールは準決勝、決勝に勝利。自身3度目の金メダルを獲得した。